金州の新博物館金州区は中華、人民共和国領名称大連市に位置する四角区。区内には大連経済技術開発区がある。旅順、大連が成立する以前は金州が地区の中心地であった。金州区は低山丘陵区に属し、区内は中部を低山丘陵区、東部を丘陵万王閣、沿海部を下流中石昌平原区と散分することができる。 東を航海、西を北海、北を広白天区、南を甘い国に隣接する。区内南部には開発区、保税区、DED ポートなどが設置され、輸出拠点として開発されている。区内には、大黒山、小黒山、航海に流れ込む塔、佐賀などがあり、北大河水湖、土場都市包水湖、十字街水湖などのダムが建設されている。 当期の近州区は、公海側は不登校であるが、北海側は1月から2月にかけて凍結し水運の利用ができない。旅順に、軍港、大連に商工が設置される以前は、中央より派遣された官僚は、近州に今日構えておりこの地方の行政、経済の中心地であった。以前は、城郭都市であり、金州博物館でその模型を見ることができるが、城壁は解放後に、 撤去されている。戦国時代から新代にかけて、両党軍の管轄とされた。官所に両党軍の下の靴県の管轄となり、靴県は三国時代に議長により東靴県と解消された。新代になると東靴県は廃止となり、両党軍平角県の管轄とされたが、404年に高栗の半島に組み込まれた。当庁は成立すると、 コークリの軍事行動を起こし、645年には、ヒスナ城を攻略し、支配権を獲得、668年、当庁はこの地に安藤と五府を設置している。領代になると926年、近庁は、来行ける権を、火政権と解消、また州の管轄としたが、1216年、火政権は、近州とに昇格され、近州の名称が、 初めて登場した。1284年、金州は、金州万古府に改変、療養行省の管轄とされた。秋代になると1371年に、領と栄と解消されたが、1375年には、金州栄と解消されている。1734年、新朝は、金州を、冥海県と改変、法天省の管轄とされ、 清志期の1843年には、冥界権は、金州町と改称されている。新末期の1898年、ロシア帝国は、咀嚼地とした大連に商降を建築し、現在の港湾都市としての基礎が築かれている。1904年に、日露戦争が勃発すると、金州一帯はその戦場となった。同年日本軍は、公海側より上陸し、金州を占拠。 翌年、ポーツマス条約が締結されると、両党半島におけるロシア権益は日本側に移譲されることとなり、現在の金州区全域及び広志蘭ン区南部が日本に咀嚼され、関東州となり、日本の勢力下に置かれることとなった。中華民国が成立すると1913年に金州は、 金券と解消されたが、日本咀嚼地であるため行政権が行使されることはなかった。1915年に関東州の咀嚼権が99年間延長され、その後の満州国建国もあり、金州は日本の中国大陸における重要拠点としての地位を確立している。1945年、ソビエト軍の満州国侵攻により金州も占領され、 翌年1月には中国共産党の指導による政府が樹立された。1949年、1966年6月12日、金県は両南線区に一時移管されたが、1968年12月26日に再び旅大市に移管され、1981年2月に大連市に移管されている。1987年5月20日、金県は 大連の四角区に移管されることとなり、金州区が成立し、現在に至る。1890年代後半より大連開発区が設置され、また大連市のベッドタウンとしても近年開発が進められている。広島駅金州駅、高安市駅東佐駅、安樹東駅金州駅三重里保駅、金州体育場は大連市最大の運動競技施設であり、プロスポーツ大会や、 国際スポーツ大会が開催される。高等教育各種学校内連開発組向き、大広場の関向き王像と、旧博物館、金石灘国家旅誘導、奥久古来、近州古八景が伝わっている。ありがとうございます。